角走りの素材はスズランさんに改めてもらうんだっけ。あの人は下手な獅子狩りよりよっぽど獣に詳しいしな。今はこんな依頼が来てるぞ。よし、話はこんなところか。それじゃあな。
よ。Thank you.
ち。買ってきてくれたか。その素材はスズランさんのところに持ってってくれ。こいつはいいところに。シリを買ってきてくれたのか。悪いね。助かったよ。その様子じゃ狩りも順調だったようだが、体の調子はどうだい？何か妙なところ？そいつは何よりだが、何かあったらすぐに言ってくれよ。からくりを埋め込まれたあなたの体は、あなた自身が思うより大変なことになってるんだからね。かつて獅子狩りたちが生み出した英知の結晶、種、己の記憶と知識等を封じ込めた古のからくり、そいつを埋め込んだものはからくりを、ひいては万象を通ずる自然の気をも操る力を得るという。おとぎ話の類だと思っていたが、まさかこんな形で目にするとは思ってなかったよ。まあそれはそうさね。とはいえ問題だらけの厄介な代物には違いない。まず一つ、いつでもどこでもからくりを操れるわけじゃないこと。現に港の中じゃ自由にはからくりを生み出せなかっただろう。
それから二つ目、どうもその種にはからくりにまつわる記憶が刻まれているようだが、見たところ全ての記憶をいつでも自在に引き出せるってわけでもないようじゃないか。きっと何らかの契機が必要なんだろうね。獅子狩りの残したからくりだし、狩りを続けるうちまた新しいからくりを使えるようになるのかも。そして三つ目、多分あなたにとってはこれが一番大事な話だろう。種はあなたの真の像に根を張り一つとなっている。何を言いたいかというと、そのちっぽけなからくりが壊れればあなたも死ぬってわけだ。ちょっとやそっとで壊れたりすることもないだろうが、自分の命が可愛いなら扱いには気をつけることだね。ん？よろしい。ああ、そうそう、もう一つ要件があったんだった。実は私からも一つ頼みたい仕事があってね。いや、私というか港のお偉方の間で決まった話なんだが、これは種の抱える一つ目の問題を解決に導くための仕事とでも言おうかな。口で話すより実際に見てもらった方が早そうだし、一緒に夏子たちの島へ来てもらえないか。出発はあなたの準備ができ次第で構わない。夏目も連れて三人で島へ向かおう。さて、島となると船か。船しかないよな。いや、こっちの話、準備ができ次第共に向かおう。